ポータブル電源を自作しました。使用したのは前回のビデオで紹介した PD 電源回路とリン酸鉄リチウムイオン電池です。これは車用シガーソケットを備えます。新型アルトに付属するエアーコンプレッサーで空気を入れています。インバーターは内蔵してないので、このようにシガーソケットに接続して使います。現在は安い120W のを使っています。蚊の出るシーズンではこれは必須です。今は寒くて使いませんが、扇風機だって回せます。では車の中で充電したいと思います。先ほどのインバーターと組み合わせて 100W の PD 充電器を使います。現在ほぼ 60W で充電しています。このように車用充電器を取り付ければ、たくさんのスマホなどを充電できます。先ほどのインバーターと PD 充電器でノート PC だって起動できます。もちろんソーラー充電にも対応します。現在こちらの 50W ソーラーパネルを使っています。約3アンペアで 40W ぐらい発電しています。ソーラーパネル端子はダイオードで保護しているので、家庭用電源で充電中でも安全なはずです。怖いですがショートさせてみます。ショットキーバリアダイオードさんがいい働きをしています。長期間使わないときは、こちらのコネクターを外しておきます。前回のビデオで使用した高圧コンバーターですが、今回は使っていません。電流が流れすぎて充電が止まるからです。今回使用した低電流回路付き高圧コンバーターです。
こちらのディーンズ、Tプラグをたくさん使っています。電流が流せるのと逆接続防止になるからです。出力を解放して電圧が 14.4V になるように調整しています。バッテリーに接続して電流を調整します。4アンペアで電流制限すれば動作するようです。とりあえず 80W で充電できるように設定します。今回の自作ポータブル電源で使用したケースです。近くのホームセンターで買いました。持ち手がついてて便利です。まずケースにシガーソケットの穴を開けます。これが一番面倒です。ミニルーターを使って穴をきれいにしています。次に充電ユニットの穴を開けています。こちらはソーラーコントローラーを取り付ける穴です。ソーラーコントローラーをネジ止めしています。次に充電ユニットをネジ止めします。PD トリガーデバイスをグルーガンで貼り付けます。トリガーデバイスについては前回のビデオで紹介していますのでご覧ください。
次にシガーソケットを貼り付けます。こちらは逆電流防止用のダイオードです。ソーラーパネル用のコネクターはこちら側に取り付けます。最後にソーラーコントローラーへ配線します。こちらが完成品になります。青いのがダイオードですが、結構熱くなります。リン酸鉄リチウム電池は固定してないので、取り外せます。こちらの150ワットアワーのを使用しています。現在この100ワット PD 充電器を使用していますが、安定して充電できるのは3アンペア60ワットまでです。次回は充電回路を見直し、100ワット充電を目指したいと思います。また充電時間や電池容量の測定もする予定です。よろしければチャンネル登録お願いします。